徳島特特ターミナル、徳島特特ターミナルとは、徳島県板野郡松茂町の国道11号沿いに位置するバスターミナルである。高速バスの一大交通拠点である。2003年4月6日に開設された。当施設はバスの駅として国土交通省及び徳島県によって開設された。日本には当施設の他にもいくつもの書位 バスの駅が存在するが、草津温泉駅や十和田湖駅といった国鉄バス設置の自動車駅とは性質が異なる。当施設に最も近い事例としては、山がバスの駅が挙げられる。また、バスの駅としての機能を有す、道の駅マイロード IC、千代田や道の駅桜の合召化は等も似た事例である。徳島駅を発着するすべての高速バスが通過する、徳島市中心部は、 交通量が極めて多く、慢性的に渋滞、混雑が起こっている。そこで、それの改善と高速バス利用者に対する利便性の向上を図る目的で、投資施設が整備された。投資施設は、徳島駅及び阿南駅を発着している高速バスのうち、いわゆる旧ツアーバス系事業者のほとんど、及び愛媛県、高知県方面の便は停車しないが、 それらを除いたすべての便が停車している。それに対し高速なるとは、阿南駅を発着する便等が停車しないことに加え、立地条件の都合上、岡山県、広島県方面の便が停車できず、淡路島方面便も経由しない。特徳,徳市場国道11号線、徳島方面側に、土産物等を販売する、特徳,徳市場と徳島方面のバス乗降場。 および有料駐車場が設置されており、国道を挟んだ側には、大阪方面へ向かう便が止まるバス停が2カ所と、待合室がある。近隣には、民営の駐車場がある。それらを利用すれば、パークライドが可能である。徳島特特ターミナル、大阪方面バス乗り場。ありがとうございます。